細い PE ラインに太いリーダーラインを接続した場合、リーダーラインのサイズ差や素材の違いによる硬さの調整をするための中間リーダーです。極端に柔らかい部分から段階的に硬くすることが目的です。ダブルループトゥーループなどで接続すると強力の損失を最小限に食い止めます。PE ラインを使ってスペーサーリーダーを作ります。ループの大きさを設定し、ポイントを決め、PE ラインにニードルを横から差し通します。ニードルの針先に反対側の端糸を挟み、引き込みます。引き込んだ側の交差部分の下にニードルを差し通します。針先に反対側の端糸を挟み、引き込みます。少し長いですが、こちらへまたラインをすべて通していきます。左右のラインを引き締めます。このような状態になります。同じ作業を繰り返します。長いので手間もかかりますが、このようにしっかりずれないループを作っていきます。片側2回、合計4回通しましたら、端糸を本線に引き込むために本線途中からニードルを差し通します。交差部からニードルを外へ出します。針先に端糸を挟み、本線の中に抜き通します。しっかりと引き込んで、たるんだ部分を伸ばします。余り糸は少し引き出して、根元でカットします。伸ばすと端糸は中へ入ります。このような状態で中心がずれないループができました。反対側も同じ作業を行い、ループを作ります。反対側の先端には先ほど作ったループがありますが、同様に作業を進めます。両側にあるループの大きさはダブルループトゥーループの作業ができれば問題はありません。使用しやすいループサイズで作成してください。